はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵に小祝カフェオレ生クリーム使用、このカフェオレをですね混ぜて飲んでみました。で、生クリームのですね、まあ、素晴らしい香りが確かにありましたね。生クリームの香りを嗅いで、まあ、幸せな気分になることができました。で、味はですね優しい甘さでしたね。なので非常に飲みやすいカフェオレでございます。まあ、女性の皆さんにおすすめかなと思いますね。僕のようなおじさんはもうちょっと苦味渋みが欲しい時もありますが、たまにはこういうカフェオレを飲んで幸せな気分になることも必要ですよね。人生って辛くて長いですから。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあ先ほどですね、まあ、上京するときにあのおばあちゃんからいただいた、まあ、ジャンバーといいますかコートといいますか、それをですねクリーニングに出したんですね。全くもう何年もクリーニングに出してないもんですから、リセッシュぶっかけてですね、なんとかごまかしていたんですけれども、そろそろクリーニングに出すべきかなと思って出したんですよ。そしたらですね、2500円もしましたね、クリーニング代。まあ明日取りに行くわけですが、まあ僕がいただいたやつって多分そんなに高級ってわけじゃないんでしょうけど、世の中には数百万円もするようなコードとかあるわけですよね。でもそれってやっぱ大切に扱わざるを得ないし、まあ定期的にクリーニングに出さないと、まあ劣化といいますか、ちょっとこうほどけてしまいますよね。ですから、もうすぐ丁重に扱わないといけないと思うんですよ。多分月に1回か週に1回かぐらいは、こうクリーニングに出してると思うんですが、それだけで1ヶ月多分1万円ぐらいかかるわけですよ。まあ要はランニングコスト、クリーニング代だけで月1万円ぐらいかかってしまうわけですよね。で、これ多分車とかもそうで、まあ高級なフェラーリとか、まあ車は僕全くわからないんですが、高級なフェラーリとか買ったら、多分そのメンテナンス代だけで、多分相当お金がかかりますよね。だからお金持ちの人の生活って、なんかこうランニングコストだけですごい大変なんだろうなって思うとですね、まあ僕がお金持ちになることは多分ないんでしょうけど、人生でまあ若干こう留飲が下がったと言いますか、お金持ちの人も大変なんだなと思いながら、まあ生活水準はね上げないに越したことはないですね、やっぱりね。まあそれこそまあ経済評論家の方にはですね、日本はハイパーインフレが起こるぞ起こるぞ起こるぞって言い続けてる方もいらっしゃるんですね。でもはっきり言って私はハイパーインフレがそんなに怖くないんですよ。なぜなら貯金がですねもう50万円もないからですね。まあ、NISA の方は、ありますけれども、あれは、世界中に投資してるので、日本でハイパーインフレが起こったとしても、私の NISA 口座にある金融資産は、まあ、そんなにダメージを受けないんだろうと思うんですけれども、私の普通預金の口座はほとんどダメージを受けないんですよ。なぜなら元々お金がないから。なので、ハイパーインフレが起こったりとかですね、財政破綻が起きたりとかですね、世の中が大変なことが起こっても、資産がある人は大変でしょうけど、資産のない私は、あんまりダメージを受けないとか、ダメージを受けるポテンシャルがそもそもないというか、ダメージを受けるべき財産がほとんどないっていうね、そういう状況でございますんで、まあ、ある意味でね、私は今無敵の人なんじゃないかなと思います。貯金10億円ある人が僕の銀行口座の金額くらいまで下がってしまったら、本当もう自殺を考えるくらい辛いと思うんですね。でも僕は最初からその銀行口座ですから、もう慣れっこなわけですよね。やっぱ生活水準はもう絶対に上げてはいけないんだなと思いながらね、クリーニング代ってこんなにするんだと思ってちょっとびっくりしました。スーツを着なきゃいけないような仕事をしたことがないもんですから、私基本的に清掃のバイトしかしたことがないので、それ以外でもまあしたことないことはないんですけど、基本的には清掃のバイトばっかりなので、まあ陰キャーなので一人でできるアルバイトしか続かなかったもんですからまあいずれにしてもね、まあ底辺は底辺らしく静かに平和に暮らしていきたいですね。はい、ということで現場からは以上です。